皆様、今日もひできゅうをご利用くださいましてありがとうございます。今回の動画は加藤さんの 381系 ヤクボリニューアル編成を紹介します。1982年、伯備線と山陰本線、伯耆大山ジーミア間年間によりまして、キハ181系を使用していた機動車特急ヤクモ号が電車化されました。 JR 移行後、1994年から一部の車両がスーパーヤクモ仕様に改造され、それ以外の車両は1997年からリニューアル改造が施されて、今回のモデルでありますグレーの車体色にグリーンとイエローの帯を巻いた塗装となりました。模型は10-1777、381系ヤクモリニューアル編成6両基本セット、10-1778同3両増結セットです。それではね、模型を紹介していきましょう。6両基本セットの方から紹介します。まずは1両目、クハ381-128号車です。こちらは非貫通の原型100番台クハとなります。運転台側のカプラーは連結を想定していないためダミーカプラーとなっております。トレインマークはヤクモ、スーパーヤクモ、通勤ライナーがラインナップしております。2両目はモハ380-69号車です。パンタ付きの中間電動車です。3両目はモハ381-69号車、パンタなしの中間電動車です。4両目はサロ381-29号車です。こちらはグリーン車の中間付随車です。5号車はモハ380-66号車です。パンタ付きの中間電動車で、模型にはモーターユニットが搭載されております。6号車はクモハ381-7号車です。モハ381型を先頭車化改造した車両です。こちらの模型の運転台側のカプラーはダミーカプラーですが、編成中間に入ることを考慮しまして連結用カプラーが付属されております。こちらが連結用カプラーに交換後の姿になります。続いては3両増結セットです。まずはクハ381-129号車です。基本セットの1両目同様、非貫通の先頭車です。こちらの模型も運転台側のカプラーはダミーカプラーが装備されております。
続いてモハ380の78号車です。パンダ付きの中間電動車です。最後はクモハ381の1号車です。基本セットの6両目同様、モハ381型から先頭車化改造された車両です。こちらの模型は先頭に出ることは想定されておりませんでして、運転台側のカプラーは連結用カプラーが装備されております。そしてヘッドライト、テールライトは非点灯、トレインマークは装備されておりません。それでは恒例の走行シーンをご覧いただきます。走りますのは大阪恵比寿町のジオラマ103様のレイアウト E 番線です。6両編成で走行するシーンと3両増結した9両編成の走行シーンをご覧いただきます。今回もね、どうぞ最後までお楽しみくださいませ。
本日もご視聴いただきましてありがとうございました。秀急行チャンネルでは鉄道の楽しさを発信しております。また系列のぶらり秀急旅行観光チャンネルともどもご視聴並びにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。